今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんはだよ。皆さん知ってますか？今日ね、私ちょっと密かに楽しみにしてたことがあって、アイドルマスターの新シリーズが本日始まりまして、学マスって言うんですけど、学園アイドルマスターという、そう、それをね始めました。スマホが重い。頑張れ。アイマスはちなみに私全然詳しくなくて、でも前からシャニマスからすごい楽しみにしてた、楽しみにしてた、シャニマスがすごくて、なんかガチャ演出とかのアニメーションがすごくて、だからまあアイドルマスターでもすごい、なんかめちゃめちゃ長い歴史あるし、今から始めるのは大変だなって思ってて、だから全然今までダウンロードしてなかったんですけど、ちょうど新しくね始まるっていうことだったので、いいタイミングなので始めようと思って。イエーイ。でも全然分からなくて、分からなくてというか、ちょっとさっき触ってみたばっかなんだけど。ちょっとさっき触ってみたがって感じで。でも面白そうだった。なんか写真を撮れる。
通にツイートしたかっただけです。めっちゃね絵が綺麗、 3DCG がめちゃめちゃ綺麗なんです。で、原口さすけさんの初めかなって曲がテーマ曲なんだけど、めちゃめちゃいい曲でね、ヒトマニアのなんだけど、最近アイマス結構ね、なんか私詳しくないのに情報めちゃめちゃ入ってきて、インターネット女なので SEM 読み方わかんないんだけど、こういうダンスこういうダンスがこういうダンスが最近流行ってるんだよね。あと月曜が近いよってやつ、月曜が近いよって、まあ、それ2番の歌詞らしいんですけど、チョコレートサンデーね、そう、セムの Hey! うん、完全にアイマス初心者すぎるので、そう、まあプロデューサーっていう名目なんですけど、プレイヤーはだから初心者 P としてよろしくお願いします。ちょくちょくバズってる、いろんなところでバズってて、冬子ちゃんの SOS とか、君にファンになる恋の SOS とか、そういうのちょくちょくはこう流行ってたりしたけど、なんかね長いから歴史がどっから突っ込めばいいか分かんなくて、そう突入するか、ゲームの容量結構ある気がするな。ちょっと待ってね、設定で見てみようか。私今容量はね広いんですよ。学マス、学マスあった今ね、あ、こっちじゃないか、一般かな、ストレージ、あ、でも私512GB 分の413も使ってるわ。まあ写真が半分以上なんですけど、2.34GB 今とりあえず起動に必要な、チュートリアルやって、ホームページホームページじゃない、ホームまで来たタイミングで 2.34GB。ちなみにプロセカは 20.49GB ですよ。画像は 264.36GB です。これはね消した方がいいですね、写真早めに。写真はね 52,312 枚の写真、1173本のビデオポンと言ってる。消さなきゃね。そういえばそういう系で言うと、最近ねアンスタもね始めてみたんですよ。カホが好きなねやつの一つ、アンスタもね、なんか新しいキャラクターの新キャラが追加されて、で私前にそのカホに
アースターヒノもやればって言われて、私もともと女の子コンテンツの方がハマりやすいから、そのかどっちもいるか、なんか男子単体男子しかいない系コンテンツって全然あんまり詳しくなかったから、通ってきてないのね今まで。なんかアイカツとかプリキュアとか、あとは何があったかな、ハマってきたコンテンツ、まあでも東宝とかそういうのが多くて、でプロセカもどっちかっていうとニーゴが好きだから、だからそれでまあでもおすすめされたし、アンスタね2年前ぐらいにでキャラクターを一通り見て、なんとなくキャラクターのその性格とかも見たんだけど、なんか全然ピンとこなくて、なんかみんなキラキラアイドルすぎて、うん、そっとじしたの、ちょっとみんなキラキラしすぎてるなって。でそれで新キャラがツイッターに流れてきて、その中でね一人ねすごいなんか、あこの子なら押せるかもっていう子がいて、夏カンナって言うんですけど、そう、まあ12歳なんですけどこの子なら押せるかもしれないと思って調べたら12歳だったんですけど、まあ、でもそれをきっかけでアンスタをそうダウンロードしてみたんです。ちょうど新キャラもね追加されるってタイミングだったので。でそしたらそのアンスタの MV 機能がすごく、なんかもうね何目線で見てるかちょっと分かんないと思うんですけど、 MV 機能がすごくて、こうなんて言ったらいいかな、楽曲があるじゃない、こう音ゲーできる、でその中に 3D MV って、まあ、アバターが動いてる、歌って踊ってくれる MV があるんだけど、その中でポジションが変えられるの、5人いて、でカードの場所を変えるだけで、まあそれを踊ってくれるんだけど、まあそれプロセカとかもそうなのね、こうカードの位置変えるとそこの、まあ、なんだろう、設定されてる場所にその 3D アバターが入るっていう形なんだけど、それに加えてアンスタは、まあ、曲にもよるんだけど、その入った場所に踊るだけでなく歌も分けられるの。これが私本当にびっくりしちゃって、なんて言ったらいいかな、普通だったら、あ声がこの子のその元々のオリジナルメンバーの声で踊ってるのが、まあ、推しだったりとかっていう感じで、まあ、歌と画面がずれちゃうのね。でもそれをなんていうの、分かれて、そうそうなんですよ。だからセンターに置いたらセンターの振りをしてくれるし、歌も歌ってくれるし、センターずれの1個ずれのここに置いたら歌ってくれるみたいな、どういう仕組みって思って、そうなんかアニバーサリー系の曲とかはそうなってるらしくて、もう私その機能に感動してしまって偉く、そうだからアンスタはまああんまりなんだろう、こう意気込んでやれてはないけど、一応始めてみましたね。そう新キャラの、そう新キャラで気になってる子が夏カンナくんっていう12歳の子でもう一人小林千秋さんだっけ、フリーレンのシュタルクをやってる方が声優をね担当されてる、なんだっけ、滝いぶきっていう子も新キャラなんですけど、その子も可愛くて、そう今んとこアンスタの推しはその子で、その子たちで、で今日始めた学マスはまだあんまりピンとくる推しがいなかったんだけど、そうとりあえず一番最初の3人から選ばなきゃいけなくて、でそれで手まりちゃんだっけ、そう
てまりちゃん合ってた、心配になっちゃった。てまりちゃんを選んでみましたが、他にもねなんか8人ぐらいいるんですよ。でもね歌がうまいのこの子。最初更新されてる YouTube のそれぞれのキャラソンをちゃんと私毎週見てたんだけど、キャラソンと情報をね、なんかあんまりキャラクターでこの子ビビビっていう子がまだそんないなくて、でもそのさっき言ったサスケさんの始めっていう曲をこのてまりちゃんが歌ってる動画を見て、歌うまいこの子だと思ってとりあえずこの子に一番最初してみました。うんっていうまあちょっとやってみます。面白そうです。ガクマス音ゲーではないんですけどね、ガクマスはどっちかっていうとトレーニング、違うプロデュースです。あはい、ちょっと時間です男女見ます。13位タカさん、12位陽一くん、31位慎吾さん、10位わたちゃんさん、9位むつきさん、8位たむひろさん、7位まするさん、6位しんいちさん、5位とうごさん、4位ゆかおしじいさん、3位みーさん、2位ひよりげたさん、1位よったさん、ありがとうございますありがとうございました。まああとは相変わらず今はコナンが一番ハマってるのでコナンを見たり読んだりしてますが、そんな感じです。いやマジコナンの子グマが超可愛いのよ。子グマって本当のクマね。はい、ということでまた明日、おやすみ村、バイバーイ。